皆様こんにちは、大愚グ現象です。本日は、物心総学院第3期の募集に関してですね、たくさんの問い合わせが今届いていますので、それらのその問い合わせの内容を踏まえて、今回は物心総学院の内容について説明をさせていただこうと思って、この動画を収録しています。 物心総学院ですけれどもあの、いろいろな質問が来ているんですが、ホームページの方に内容については、詳細が書いてあるんですが、えー、たくさんのその質問の中にですね、えー、その多くは、すごく興味があると勉強してみたい。だけれども、えー、自分なんかがついていけるだろうかということが非常に多いですね。自分はついていけるでしょうかって、私なんかでも大丈夫でしょうかということが一つ。 それとですね、勉強してみたいけれども、やはりこの自分がついていけるかどうかということもそうですし、またあの半年近いプログラムになっていてですね、そして当然その学費ということもかかってきますから、あのやってみたいけれども自信がないとかね、なんとなくこう怖いような感じもするしっていう、いろんな思いを含めて背中を押してくださいという、そういう問い合わせというか、 メッセージも非常にたくさんいただいてます。なので、えー、この物心総学院についてですね、少し内容、もちろんホームページもありますけれども、えー、補足がてら、えー、皆さんの背中を押すというか、まあ、物心総学院どういうものですよという、そういうことをね、今回はこのお動画でお話ししたいと思います。さて、物、え、心、ー、総学院、まあ、あ私がですね、物、え、心、ー、総学院という学院をお開催 して、もうすでに多くの方々がこの仏思総学院で学んでおられます。で、まずですね、えー、なぜ仏教なのか、今この時代に、そして今このタイミングで仏教なのか、そしてなぜ仏思総学院なのかということなんですけれども、まずね、仏教というのはお釈迦様の教えです。お釈迦様というのは今から2600年前のインドに実在なさった人物です。 そして、この2600年前の人の教えをね、学ぶということに、それを、この科学が発達した、そして様々な、そのインターネットで知識が得られるという、この時代にですね、なぜ仏心創学院で仏教を学ばなければならないのかということですね。学んだらいいのかということですね。なぜ私がこの仏心創学院というものを皆さんに提供しようと思ったのかということなんですけど、これはですね、仏教を学ぶと、 人生の質が向上するからなんですよ。仏教を学ぶと、皆さんの苦しみを手放して幸福になる、そして安心、何よりもですねこう、自分の心の様々な不安、葛藤ってあるわけですね。誰でもあります。誰でもあるんですけども、その不安や葛藤がありながら、その不安や葛藤というものが、 あるということが問題なくなってくるんですね。それが別に、あの、だからどうしたということになってくるんです。で、その生活の質、人生の質というものが向上していきます。裏を返せば、人生の質、生活の質が向上していかない仏教というのは、それは仏教ではない。もしくは仏教をちゃんと学んだことにはなっていないんですね。で、仏教というと、何か、こう、 私たちお葬式とかね、法事とか、何か、家族の死が訪れた時に、そのお葬式の時に初めて関わるものとか、人が亡くなってから関わるものとか、何か仏教というと、京都とか奈良とかっていうのは歴史的建造物とかね、なんかお坊さんとか、そういうイメージの方が多いと思うんですけども、本当の仏教というのは、人が亡くなった後の死者儀礼ということだけではない。むしろ、 生きている人たちがいかに生きるかどうやって自分の苦しみを離れて安心を得るかという教えなんです。で、えー、そこを学ばなければ仏教を学んだとは言えないですね。仏教を知ったとは言えない。で、何度も言います。なぜ今仏教なのか。それは仏教を学ぶことによって 人生の質、生活の質が向上するかです。で、いや、その、大号書、そうは言いますけれども、生活の質とか、人生の質が向上していくって、今、本当にいろいろなね、ノウハウがある、ライフハックみたいなものもある、様々な良き本もある、そういうものもありますよね、そういうので勉強することもできますよね、何も仏教を勉強する必要ってないんじゃないですか、っておっしゃる方があるかもしれませんが、もちろん、皆さんがいろんなものを学んで、 本当に自分の人生の質が向上したり、本当に心の底から、あの自分がね、安心を得て生きておられるんだったら、全く問題ない。全く問題ない。けれども、今、本当に様々な自己啓発の本があったり、様々なその人生に対しての指南の本があったりしますよね。で、そういう本の中に素晴らしいことが書いてある。けれども、考えてみてください。時々ね、仏教の話すると、そうするとですね、えー、この、これは、 何々という先生が言っておられることに仏教は似てますね。とかね、えー。こういう考え方に仏教は似てますね、えー。こういう本に書かれたことに仏教というのは似てますね。お釈迦様がおっしゃったことは似てますね。っていう人がいるんですよね。とんでもない話ですよ。あの、仏教は2600年前、お釈迦様が説かれた教えです。で、おそらく皆さんが読んでおられる自己啓発の本とか様々な方々の本とか、ということは、 何年前の人が言ったことでしょうね。つまり、どういうことかというと、まあ私はそれを、厳選を汲めという言葉で皆さんに伝えるんですけれども、えー、どういうことかというとですね、私たちが例えば美味しい水を飲んでいる。その美味しい水というのが、まあ、えー、ペットボトルに入ってコンビニエンスストアなんかで売られているって美味しい水。でもね、本当に美味しい水を飲みたいんであれば、 自分で山に登って、その山に、の高いところにね、ある、流れている、清らかな、本当に冷たくて美味しい水をぜひ飲んでほしいんですね。水というのは、まあ、雨が降って、で、降り注いだ水がですね、その山の高い方、ところから、ずっと下の方へ流れてくる。で、この流れてくる時に、その、廊下をされて、そして川に流れ込んでくるわけです。 でこの川というのが私たちが生活している県内生活圏内に降りてくる頃にはですねもう本当にたくさんのこの清らかな水がだん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 その上流の人たちに汚されていろんなものが入ったりしてそしてもう街中を流れているような大きな川にその雨水が注いだ時にはですねまあ本当に濁った水になっていくんですね。けれども皆さんも山に登って本当に清らかな水を 飲んだことがある方、触れたことがある方は、その水の冷たさ、その水の美しさ、その水の美味しさ、これはもう、コンビニエンスストアでペットボトルに入ったなんとかの水を飲んだと、非じゃないですよね。そういうことなんです。つまり、どういうことかというと、私たちが今、いろんな自己啓発の本を読んだりとか、いろんな本を読んだりそれを読むことが悪いわけじゃないんですよ。素晴らしいことが書いてある。その通りだと思います。けれども、それらはね、考えてみると、そのような先生方もみんな、 何らかの形で、そのもっと前の時代の人たち、賢人たちの教えをやっぱり学んだわけですよね。そう。ブッダの教えと2600年前のブッダが発見なさった教えなんです。人間についての真理。この世の真理。で、それについて説かれた教えなんですね。それがですね、上流に降った、その清らかな水だと思ってください。それがですね、どん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 現代の人たちにいろんな言葉で、 いろんなものを参考にしながら、組み合わせながら語られていくっていうことですね。つまり、もちろん、そこら辺に流れている川の水を飲むのも多いし、けれども、どうせ学ぶんだったら、その、 今皆さんが読んで感動する先生たちが影響を受けたその前の先生、その前の先生、その前の先生で辿っていくと必ず仏教というものが世界的な哲学者であったりとかっていうことの思想に影響をやっぱり与えたりしているわけですね。そう。だからぜひね、純粋な仏教というものを学んでいただきたいと思うんです。源泉を組んでほしいんですね。この清らかで冷たくて美しくて美味しい水をぜひ飲んでほしいということですね。そしてそれが飲める時代なんですよ、今。 昔は飲めなかった。なので、ぜひね、このブッダの教えというのを、えー、学んでいただきたい。そして、ブッダの教えを学ぶと、仏教を学ぶとですね、そうすると、本当に自分の苦しみを手放して、そして幸福になるということができるんですね。見せかけの幸福ではない。心の安定というところにやっぱり近づいていくわけです。自分がイライラする自分が少しずつ減っていって、そして物事がクリアに見えるようになっていくんです。 本当に高い山に登ったときに、その高い山に登るとですね、いろいろな、こう、景色が見えますね。で、その景色がクリアに見えるんです。つまり自分の人生が、自分の行きべき方向が、自分のあり方が、これがですクリアに見えてくるようになってくるんです。で、これは山に登った人の話をどんなに聞いても、やっぱり自分が実際に登ってみないとわからないんですね。で、実際にその山に登って、クリアな視界が得られるように、仏教をちゃんと学ぶと、 そのような視界が得られるようになってくるということです。じゃあ、仏教とは何かということなんですけど、仏教とはですね、一言で言いますと、諸悪、クサ修善、仏教、事情、語彙という言葉で語られます。諸悪、クサというのは、諸々の悪をやめなさい。そして、修善、仏教というのは、諸々の良きことをなしなさい。事情、語彙とは、 心を清らかにしなさいという意味なんです。つまり仏教とは、悪しきことをやめて、良きことをなし、心を清らかに保つという教えなんですね。で、そういうことを言うと、必ずね、良きこと、悪しきこと、善悪。ね、善悪って言うけれど、善悪って何ですかと。善悪って人によって、いい悪いなんてみんな違うじゃないですか。という突っ込みが必ず入るんですよ。そう。 で仏教が言う善悪というのは私たちが考える善悪とは違うんです。じゃあ仏教が言う善悪とは何かというと、悪しきこと、ね、悪とは何かというと、下手であるという意味なんです。実はね。悪とは下手である。善とは上手という意味なんです。善とは巧みであるという意味なんです。悪とは巧みでないということなんです。つまり、下手をやめて、 上手に生きなさいと。とそして心を清らかに保ちなさい。それが仏教なんです。さて、人間の悩みというのは大きく分けて4つあると言われています。お金の悩み、人間関係の悩み、健康の悩み、そして夢とか目標です。それについての悩み。これが、いろいろな人間の悩みということを、まあ、対別して大きく分けていくと、大体ここの4つのカテゴリーに入ると言われています。さて、私たちお金がないとか、 仕事がうまくいかないとか、これもみんなお金に直結しますね。そう、仕事がうまくいかないとか、お金の悩み。ね、それから、健康の問題。心の健康の問題もあれば、体の健康の問題もあります。そして、人間関係。 もうこの人間関係の問題。これは家族であったり、恋人であったり、友達であったり、会社とか学校の上司と部下とかと友達との人間関係だったり、先生とね、生徒との人間関係であったり、近所の人であったり。まあ、あらゆるところの人間関係。これはもう人間の悩みの中で最も大きいと言われています。そして、夢とか目標。自分には夢がない。目標がない。なんで自分が生きてるんだって。生きる目標は何なんだ。生きる目的は何なんだ。なんで生きてるんだ。 なんかこう自分がその生きるモチベーションが湧いてこない。そういったことも悩みになり得ます。で、じゃあそういう悩みがある。なぜそういう悩みがあるのか。そう。それは巧みでないからということなんです。世の中見てみてください。あなたよりもお金をちゃんと稼げている人いませんかいますよね。じゃあ、なぜその人たちは お金を稼げているんでしょう。仕事がうまくいっているんでしょう。そしてなぜあなたはお金がないんでしょう。それは、常にお金がないという人は、お金について無知であり、巧みでないからなんです。常に体の調子が悪い、心の調子が悪いという人がいますよね。でも世の中を見てみてください。元気で生き生きしている人って言いますよね。もう生き生き毎日が楽しそうな人って言いますよね。 もちろん365日ずっと楽しいってことはないかもしれませんけど、でも365日トータルで見たときにですよ、その多くの時間をハッピーに過ごしている人っていうのはいるわけですよ。じゃあ、常に不健康で気分が悪い、体調も悪いという人はなぜそうなんでしょうかと言ったら、自分の健康というのはもう今現代でね、人間の病気、多くの病気というのはなぜ起きるか、生活習慣病です。 なぜ自分が気分が悪いのかこれは心の生活習慣病です。体の生活習慣病、心の生活習慣病、それによって自分が病気になっている。で、その病気になっていることはどういうことかそれは健康についての知識がなく、そして巧みに自分の健康管理ができないからということになるんですね。じゃあ、人間関係においてはどうかと。ね、常に人間関係のトラブルに見舞われている。あっちにいてもこっちにいても衝突してしまう。ね、それは何でなのか 運命なのか。世の中見てみてください。いろいろな人たちとより良い関係を、幸福な関係を築いている人、非常に強い絆で結ばれている人たちっていませんでしょうかいますよね。じゃあ、なぜ常に人間関係のトラブルが起きるのか。それは人間関係において無知であり、そして巧みでないからということなんです。夢や目標。自分には夢や目標がない。でもどうでしょうか何か夢に向かって生き生きと、 頑張っている人って言い,いますよね。頑張っているというか何か楽しそうに生きている人っていますよね。じゃあ、なぜなのか。自分が夢や目標というものが持てない。それは自分自身のことについて無知であり、巧みでないからなんです。さて、これら健康、お金、人間関係、夢や目標、この人間の悩みの4つと言われるものに全て共通することがあります。それは何かというと、心です。自分です。 さて、人生をよりよく生きるというためには、多くのことをマスターする必要ってないんですね。実は、多くのことをマスターする前に、まず一番最初に、マスターすべき、よく熟知すべき、理解すべきものがあります。それは何か自分自身です。小学校、中学校、高校、大学出た人いると思います。 ね、けれども、小学校や中学校や高校や大学や会社や、私たちが普段学んでいることは何か、全部私たちの外にやることです。何々はこうなってる、これはこうなってる。全部私たちの外にやることです。でも、私たちは私たち自身について向き合ったり、私たち自身について学ぶっていう機会はほとんどない。そう。私たちが生きるということは、この私が 社会と関わって生きるということです。それが自分について無知である。社会について無知である。それでうまく生きられますか巧みに生きられますか答えは NO です。仏教というのは自分自身を知るという教えです。さて。私たちが何かね、下手をやめて巧みに生きることができるようになるために、じゃあどうしたらいいかということなんです。で私たちは下手で生きるのは嫌だと。もうこれ以上下手に生きたくない。 できることであれば一度しかない人生ですから一度きりしかない人生ですから巧みに生きたい。そうですよね。じゃあどうすればいいか。実は人生を巧みに生きるというのはスポーツや料理に似ているんです。いや、むしろスポーツや料理と同じです。え、どういうことかそう。どんな人でも努力して練習すれば必ず上手になります。じゃあでも努力して練習するってどうやって 上手になったらどうやって上手になればいいんですかわかりません。どうやって練習したらいいんですか何を練習したらいいんですかわからないんです。でも、スポーツや料理だったら皆さんどうしますかおそらく皆さんスポーツや料理なんか何でもいいですけども上手になりたいなと思ったら必ず先生につきますよね。先生についてどうやって練習したらいいどうやったら上手にそのスポーツができるようになるってコツがやっぱりあるわけです。だからいい先生につくことが大事です。 じゃあ、いい先生についたら巧みにそのスポーツが、料理ができるようになりますか必ずしもそれだけじゃないですね。自分で努力をしなければなりません。そう。私たちが下手をやめて巧みに何かをできるようになるためには、良き先生について、そしてちゃんと律儀に自分自身が努力をして練習することなんです。実は人生も同じです。もし皆さんがより良く生きたいと願うのであれば、 超一流の巧みな先生について、そして自分で努力して練習するんです。これが人間の成長です。自分一人よがりで頑張ってみてもなかなかよほどの天才じゃない限りはそんな上手になれないですよね。そう。先生について、そして努力をする。これが最短で人が成長していくための秘訣なんですね。まあ秘訣というか当たり前の話です。今の現代に生きる私たちからしてみれば。 同じなんです。じゃあ、人生を巧みに生きる、生きた先生として、私たちが学ぶ上で最適な人は誰かお釈迦様です。お釈迦様ほど巧みに、生きた人はいないと。そう、言えるほど、悟りを開いたブッダという人は、スポーツ界において、私たちがね、 もう誰もが認めざるを得ない実力者っておられるわけじゃないですか。アイススケートの世界だって素晴らしい選手がいますね。野球の選手だって素晴らしい選手がいますよね。超一流と言われる人たち。で、そういう人たち。そのように、ああ、スケートが滑れるようになったな。そのように巧みに野球ができるようになれたらな。サッカーができるようになれたらな。そうやって私たち思うじゃないですか。同じなんです。良き先生について、そして、 真摯に学ぶ。そして、練習を積み重ねている。そうしたら、必ず巧みに生きられるようになるんです。そう。私たちが学ぶべき先生。人生の先生。それがブッダです。だから、ぜひね、皆さんにブッダの教えを学んでいただきたいと思うんです。まあ、私は、この一問一答をご覧になっている皆さんはですね、もう、周知の通りだと思うんですけども、お坊さんでありながら、会社の経営をしていたりとかね、 いろいろ、他ことをやっているわけです。で、それを批判する人もいます。でも、実は、私が一番、え、勉強させてもらっていると言いますか、学んだのは、え、お釈迦様。ブッダの教えなんですね。ブッダの教えを学んだら、会社の経営に困らなくなりました。ねえ、なぜか。ビジネスというのは、人間が人間に商品やサービスを提供してますよね。ということは、 人間が理解できたらビジネスも下手にはならんのですよ。超絶上手くなるかどうか本人のセンスもあるかもしれませんが。どんなに下手にやっても成り立っていくんですよ。人間関係においても同じです。そうですね。いろんな人たち。人間が理解できれば、自分が理解できれば、人間関係というのは下手にやってもそう大きく崩れることはないんですよ。ということで、まあ皆さんにね、 仏教。ぜひ、ブッダの教えを学んでいただきたいと思います。最後になりますが、じゃあなぜ仏師総学院なのかということです。世の中には仏教を教える講座たくさんあります。素晴らしい先生たちたくさんおられます。けれども、仏教の歴史だけを学んでも、私たち巧みに生きられるようにはならないんですね。で、また、瞑想だけを学んでも、 巧みに生きられるようにならなかったりするんですね。そして、この宗派、世の中にいっぱいいろんな宗派ありますね、仏教だけでも。それでも巧みに生きられるようになかなかならないんです。さて、現代において私たちがやっぱり学んでいくためにはですね、仏教と 自分自身と、そして現代社会について学んでいくということが私は重要だと思っています。ですから、仏心総学院では全部で4つのカテゴリーを学んでいただけます。4つのカテゴリー。歴史仏心学、経典仏心学、そして体系仏心学、実践仏心学。この4つを学んでいただきます。歴史仏心学というのは何か。今ね、ロシアがウクライナに 信仰してということで、まあ、本当にこの戦争、ね、特にこの私たちこう日本にいて半ば平和ボケしてしまっているのでね、もう戦争が本当に起きているんだっていうことに、日々連日のそのテレビや、ね、インターネットのニュースなんかでも、もう本当にこう、 え、ウクライナの人たちがかわいそうっていうふうにして、私たちですね、いろんな報道を聞いていて、私たちも戦争なんかなぜ起きるんだと。この平和の現代においてなぜ戦争が起きるんだって。でそう思ってる人たちも多いと思うんです。心痛めている人たちも多いと思うんです。何か私たちできないかって思ってる人たちも多いと思います。でも、実は、私たち日本人が特に知らないだけであって、戦争はずーっと起きてたんです。戦争はずーっとこれまでも起きてました。遠い。 遠い国で、あ、そういうことあったんですね、ぐらいじゃなくて、ずっと身近に戦争というのは起きていたんです。戦争は終わっていないんです。第二次世界大戦後、戦争がなかった。とんでもない話なんです。ずっと戦争が起きていました。さて、ロシアのことウシ、ウクライナのこと、必ず何か一つの物事、その物事には前があります。これが起きたにはその前があるんです。なぜそれが起きたのか、それを知りたければその前を知る。なぜその前がある その前がある。その前がある。ということで、歴史物心学では、命の誕生、宗教の誕生、仏教の誕生、そしてなぜ人間が戦争をするのか。多くの血が流れて多くの悲しみがある。なのになぜ愚かなことを人間は繰り返すのか。戦争によってメリットを得る人がいるからなんです。でも誰もそんなこと言わない。本当に、 戦争を憎むのであれば、本当に戦争をやめたいと思うのであれば、私たちはその現実を知らなければなりません。でも、私たちは学校の歴史で一ミリもそれを習わない。だから、私はね、本当に巧みに行きたいと思うんであれば、いや、ロシアがとか、あれがとかね、ウクライナがとか、いや、そんな愚かなことをみんな仲良くすればいいのに。 そんなこと言ってたって私たちだってすぐ戦争に巻き込まれる。いつ何時戦争に巻き込まれる。私たちだって攻撃される。私たちも攻撃するかもしれない。そういうことは一瞬でそんな時代が来ることがあるわけですね。そう。私たちはどうしたらなぜ戦争が起きるのか。そのことの根,の根本の根本の根本をちゃんと理解しないといけない。そう。だから歴史物心学はただの仏教の歴史で終わりません。宇宙の歴史、人類の歴史、 文明の歴史。そして、なぜ私たちは戦争をするのか。そして、これからの時代、私たちはこれからどうなっていくのか。そういうことについてね、ちゃんと勉強していかなければならない。ということで、その歴史をちゃんと学ぶと、なぜ今、ロシアとウクライナが戦争しているのかということが、ちゃんとわかるようになってきます。え続いて、経典仏心学。今、伝統仏教と言われる仏教、日本の中だけでもですね、 それこそ、天台宗、真言宗、ね、浄土真宗とか、浄土宗とか、日蓮宗、曹洞宗、臨済宗、まあ、その他、いろいろ、いろいろたくさん、まだまだ、宗派ってありますよね。皆さんが聞いたことがあるものも、聞いたこともないものも含めて、ね、え日本の、今、宗教法人として、仏教系の宗教法人として登録されているって言うと、ものすごいたくさんあるんですよ。 皆さんがおそらく知らない数の信仰宗教も含めて仏教系のものだけでもたくさんたくさんあります。さて、なぜそれだけ、えー、宗派が同じ仏教なのになぜそんなね、宗派がたくさんできたのか。それは、教典仏心学を学べば理解できるようになります。たくさんの宗派ができた理由はたくさんの教典が作られたからです。どの教典をよりどころにするかによってたくさんの宗派ができてきたんです。 元は、ブッダの教えなのに、それが歴史をどん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 減るに従って、お釈迦様の死後、たくさんの経典が作られ、そのたくさんの経典、どの経典をよりどころにするかによって、実はたくさんの宗派はできたんです。で、そういうこともね、何宗と何宗では何が違うんですか何宗と何宗どう違うんですかその違いが、経典仏心学を学べば理解できるようになります。さて、続いて、体系仏心学です。体系仏心学では、ブッダの教え、 お釈迦様の教えが仏教です。この仏教の根本を学んでいきます。仏教とは何かということの本質を学んでいきます。そして、最後、実践仏心学です。さて、私たちは仏教を学んだと。じゃあ、その仏教をもとに、日々どうやって生きていったらいいか。ここがものすごい大事です。仏教というのは知識ではないんです。仏教というのは実践です。仏教というのは、ただ、何々様の教えはこうですね、とか。 お坊さんもね、こういう人がいますよね、とか、何しゅうはこういう教えですよ、ということを知ったというだけではいけないんですね。仏教というのは、ライフスタイルです。私たちが仏教を学んで、自分の日々の生活、人生の質を向上させていく、それが一番の目的です。だから、実践仏心学なんです。皆さんが普段、どういうことをやっていただいたらいいのか、どうやって生きていったらいいのか、そこに、これまで学んできたことを、 全部直結させていくのが実践物心学です。さて、2019年に始まった新型コロナウイルスの世界的なパンデミック。実は、この感染症というものはですね、何も新型コロナウイルスが初めてだったわけじゃありません。皆さんご存知の奈良の大仏、東大寺の大仏ってありますね。この大仏というのは、なぜできたのか。聖武天皇がですね、この東大寺と ルシャナ仏。奈良の大仏を建立した背景には、実は天然痘と呼ばれる、大流行した、この疫病のパンデミックがあったんですね。735年、737年にかけた、そこにかけて流行した天然痘。これでですね、当時の日本の人口の4分の1の人たちが命を落としたっていうぐらい、 とんでもない、本当にその新型コロナウイルス以上のダメージをですね、受けたんです。で、それに対してその,その天然痘が大流行して、一般の人たちから、それから当時のですよ、当時のその貴族の人たち、国政を担う貴族の人たちのようにバタバタ倒れていったんですよ。ものすごいダメージ受けて、そしてもう荒れ果てた状態になってしまった。で、これをですね、みんなで協力して立て直そうということで、 なら大仏が作られたんです。そして、その全国にですね、国分寺とか国分二寺という呼ばれるですね、そのお寺を建立して、そして日本の国をお寺を建立することによって、仏教の教えによって守ろうとしたんです。さて、現代、戦とこの新型コロナウイルスのパンデミックによって、日本が大混乱に今陥ってますね。世界が大混乱に陥ってます。さて、この時に、 現代において仏教が私たちを救うとすれば、それはどういうことによって救われていくのか。大きな大仏を建てることでしょうか。たくさんのお寺を建てることでしょうか。違います。私たちがちゃんと仏教を理解することです。慈悲と知恵の教えと言われる仏教をちゃんと理解し、それを私たち一人一人が実践することです。 それが、この大混乱の日本を、大混乱の世界を少しでも立て直し、私たちが安心を持って生きる道なのではないでしょうか。ということで、仏心総学院、少しですね、長くなってしまいましたけれども、え仏教をなぜ学ぶのか、なぜ仏心総学院なのか、それは、私たち一人一人の人生の質が向上するかです。そして、確実に仏教を学ぶことが世界の平和に、 貢献でできるからですということで是非ね皆さん迷っておられるのであれば思い切って仏神総学院、えー、飛び込んで学んでみてくださいどんな人でも学べるように作ってあります、えー、私でも大丈夫でしょうか大丈夫です是非一緒にですね仏教を学んでそして、えー、心の苦しみを手放して安心に行きましょう皆様と共に、えー、仏陀の教えを学べることを楽しみにしています 仏教というのは知識ではないんです歴史の勉強ではないんです今この人生において私がどう生きるのかというところへ直結してくる教えなんですね今この自分の人生において今日から明日から私の人生に変容をもたらしていくそれが仏教なんです 世界,とか世界とか全てに対して見方方がが変変わわったたしし感じ方が変わりましたそのイラッとすることをいかにその解消するかということを教わりました最終的にはやっぱり人間を学びに行ったんだなっていう表面的なものではなくて深いところまでイメージがこうスッと入ってきたんですけどおっしゃることおっしゃることがもうおっしゃる通りなんだなと思って雲が晴れるような感じの気持ちになったりとかもう感謝しかないです本当に。 学びというのはねいいつつになってももからででで学ぶことができるんですまさにこう私たちがどう生きていくのか仏教を学んで自分の人生の質が良くなっていかなければいけない自分の心が穏やかになっていかなければいけないそうならなければどんなにたくさんの経典の文句を覚えたところで仏教を学んだことにはならんのです。